そうと気づいても、頭の芯に突き刺さる冷たい棘は消えなかった。トゲは、おそらくエルドリエの額に刺さっていた、紫色の水晶柱と同じもの。そのトゲからは、最高司祭様のために、目の前の敵を倒せという命令が絶えず発せられて、思考を縛ろうとして、やむなく青バラの剣の記憶解放術を発動させて、大切な二人を、氷に閉じ込めた。トゲの命令に抗いながら戦いを中断するには、もうそれしかなかった。こうして本来の意識を保っていられる時間はもうあまり残されていないだろう。自分が消えてしまう前に僕は罪を償わねばならない。その方法はたった一つ。5分でも10分でも時間を稼げれば上出来と思っていたら、生きて戻ったとは驚きですね。おやまあ、せっかく芸家に賜った鎧を派手にぶっ壊しちまいましたね。まさか反逆者どもにやられっぱなしで逃げ帰ってきたわけじゃないですよね、32号。反逆者2人は氷の中に閉じ込めてきました。元老長閣下。ほうほう、氷に閉じ込めた。それは結構ですけどね。きっちりとどめは刺したんでしょうね、32号。いえ、とどめは刺していません、元老長。反逆者を足止めせよとの最高司祭様のご命令でしたから。いけません、いけませんね、32号。私を呼ぶときは元老長閣下と言いなさい。閣下ですよ、閣下。次に閣下をつけ忘れたら罰としてお馬さんになってもらいますよ。私を背中に乗っけて四つん這いでハイドウハイドウですよ。おひひひひ。それでは私も芸家のご命令を遂行してきますかね。教会に立てつく腐れ騎士どもはすぐさまディープフリーズ。これが芸家のご意志ですからね。おっと、お前はそこで待機してなさい、32号。邪魔者がいちゃ楽しめませんからね。最高司祭様。お帰りなさい、ユージよ。ちゃんとお使いを済ませてくれたのね。はい。さあ、こっちにいらっしゃい、ユージよ。約束通り、あなたの欲しいものをあげましょう。あなた一人だけの愛を。はい。でもその前に
もう一度ちゃんと顔を見せてちょうだい、ユージよ。おあつらい向きに記憶の穴があったから、そこにモジュールを挿入してみたけど、横着は良くなかったかしらね。やっぱりまだ少し不安定みたいね。仕方ないわ、シンセサイズし直すことにしましょう。ご褒美はその後でね、ユージよ。体が…う…そう、そのままじっとしててね。今からあなたの額に入れたパイエティモジュールを抜き取るから。さあ、取れたわ。このモジュールは完成したばっかりの改良型なの。私と教会への忠誠心だけじゃなくて、イマジネーションを強化するための回路も組み込んでみたのよ。これをシンセサイズすれば、効率の悪い訓練なんかしなくとも、その瞬間から真意の力を使えるようになるわ。今のところは初歩的な技に限られるけど。今しかない。あとは体さえ動けば。またあなたの記憶を見せてちょうだい。今度こそ一番大切にしている場所にこれを埋めてあげるから。そうすればもう二度と頭が痛くなったりしないわ。それだけじゃない、くだらない悩みや苦しみ、飢えや渇きから永遠に解き放たれるのよ。さあ、さっき教えた術式をもう一度唱えて。今だ。カーディナルさんの探検をアドミニストレーターに。お前、そんな小道具をどこに隠し持ってたのかと思ったら、図書室のちびっこの仕業ね、それは。そのおもちゃにメタリック属性を与えたのはちびっこの失点ね。今の私の肌にはあらゆる金属オブジェクトは傷をつけられないの。かわいそうな子。せっかく約束してあげたのに。私に全てを差し出せば、その分もあなたを愛してあげるって。あなたがずっと求め続けていた永遠の愛、永遠の支配をもう少しで手に入れることができたのに。永遠の愛、永遠の支配。そうよ、ユージよ。私に全てを委ねれば、あなたを苦しめてきた渇きはたちまち癒される。あなたが抱え続けてきた不安や恐れは消えてなくなる。愛は支配し支配されること。かわいそうなのはそんな風にしか言えないあなたの方だ。何？愛は支配することじゃない。見返りを求めたり、取引で手に入れるものでもない。花に水を注ぐように、ただひたすら与え続けること、きっとそれが愛なんだ。残念ね。氷教会に反逆した滞在人の坊やを許し、魂を救ってあげようとしただけなのに。あなたの救済など必要ない。僕は本当に大切なもののために戦う。それが答えなのね、坊や。いいわ、
ならせめて苦しまないように殺してあげる。ダメだ、足に力が入らない。まずい、早く動かないと。次の神聖術が、ここで諦めたら僕は何のためにこの部屋に戻ってきたのか。いや、何のために今まで生きてきたのか。早くここを封鎖しないと、奴らが、反の悪魔どもが。32号、何をしているんですよ。早く下に来なさい。キリト。よ、ユージオ。来るなって言ったのに。俺がお前の言いつけを素直に守ったことがあったか。そうだね、君はいつもそうやってあれが最高司祭アドミニストレーターか。そうです、6年前と何一つ変わっていない。あらあら、この部屋にこんなにたくさんの来客があるなんて初めてよ。ベルクーリとファナティオはそろそろリセットする頃合いだったけれど、アリスちゃんはまだ6年くらいしか使ってないわよね。論理回路にエラーが起きている様子もないし、やっぱりそこのイレギュラーユニットの影響なのかしら。面白いわね。ねえアリスちゃん、あなた私に何か言いたいことがあるのよね。怒らないから今言ってごらんなさいな。最高司祭様、栄えある我ら聖豪騎士団は本日をもって壊滅いたしました。私の隣に立つわずか2名の反逆者たちの剣によって、そして最高司祭アドミニストレーター、あなたがこの塔と共に築き上げた果てしなき執着と欺瞞ゆえに、我が究極の使命は氷教会の守護ではありません。剣なき幾万の民の穏やかなる営みと安らかなる眠りを守ることです。しかるに最高司祭様、あなたの行いは人界に暮らす人々の安寧を損なうものに他なりません。黙るさい。大体ですね、騎士団
が壊滅したとかちゃんちゃらおかしいんですよ。使えなくなったのはポンコツの1号2号を含めて10人足らずじゃないですか。つまり私にはまだ20も駒が残ってるんですよ。お前一人がガタガタ言ったところで教会の支配はピクリとも揺るぎゃしねえですよ、この金ピカ小娘。バカはお前ですか、カシ男。その丸い頭には脳みそではなく麦わらやボロ布が詰まっているのですか。残る騎士20名のうち半数の10名は最高司祭様の言ったリセット、つまり術式による記憶の調整で動かせないのでしょう。そして残る半数は今も飛竜に打ちまたがり果ての山脈で戦っています。彼らを呼び戻すことなどできはしない。それをした途端に山脈の北西南を貫く洞窟と東の大門から闇の軍勢が押し寄せ、氷教会の支配は崩れ去るからです。いえ、すでに崩れかけている。10名の騎士たちとその飛竜たちも永遠に戦えるわけではない。しかしカセドラルにはもはや交代要員は残されておりません。それともチュデルキン、お前がダークテリトリーに赴き豪遊を誇る暗黒騎士たちと一戦交えますか。小賢しい、それで一本取ったつもりですか、小娘。ふん、やっぱり論理回路のエラーじゃなさそうね。それにパイエティモジュールもまだ機能しているとなると、あの者が施したコード871を自発的意思で解除したのかしら。突発的な感情ではなく、ま、これ以上は解析してみないとわからないわね。さてチュデルキン、私は寛大だから下がりきったお前の評価を回復する機会をあげるわ。あのようなクソ虫三匹、芸家に荒らせられましては小指の一押しでぶっ潰せますもの。わざわざ修正にその喜びをお与えくださる寛大さ、小生泣けます、泣けますですぞ。ま、適当にやって。は、はい、小生視力を尽くしてご期待に応えますぞ。チュデルキン、お前の信念なき技など空気で膨らませた紙風船に過ぎません。お前と同じように。違う、私にだって信じるものはあるんですよ。それはズバリ愛。我が尊く麗しき最高司祭陛下への偽りなき愛なり。最高司祭陛下。なあにチュデルキン、小生これより神明を閉じて反逆者どもを殲滅いたしますよえ。それを成し遂げた暁には、芸家の芸家の尊き御身をこの手で触れ口づけし、一夜の夢を共にするお許しを、何とぞ頂戴いたしたく。いいわよチュデルキン、創世神ステイシアに誓うわ。役目を果たしたその時には私の体の隅々までも人よお前に与えましょう。小生、ただいま無常の歓喜に包まれておりますよ。もはや小生、闘志万倍、正気を追いつ、はっきり言いますれば無敵ですよ。システム攻
最初。我が最強の術の感想は。チュデルキンを甘く見ていたようです。残念ですが、あの実体なき炎の巨人は私の花たちでは破壊できない。防御に徹してもそう長くは持たないでしょう。つまりその間に俺たちがチュデルキン本人を攻撃するしかないってことか。その通りです。10秒どうにかして防ぎます。キリト、ユージ、その間にチュデルキンを撃ってください。うわ炎の魔人を丸焦げにしてやりなさい。めぐれ、わかった。ディスチャージ。ゲンカ、お気をつけください。まさか回復を。片付けるだけよ。見苦しいから。なんということ。まあ退屈なショーではあったけれど、それなりに意味のあるデータも少しばかり拾えたわね。イレギュラーの棒や詳細プロパティを参照できないのは非正規婚姻から発生した未登録ユニットだからかなって思ってたんだけれど、違うわね。あなたあっちから来たのね。向こう側の人間。そうなんでしょ。そうだ。とはいえ俺に与えられた権限レベルはこの世界の人たちと全く同等で、あなたのそれには遠く及ばないんだけどな、アドミニストレーター。いや、クイネラさん。図書室のちびっこがつまらない話をあれこれ吹き込んだようね。それで坊やは一体何をしに私の世界へ転げ落ちてきたのかしら。管理者権限一つ持たずに。権限はなくても知っていることは少しばかりある。へえ、例えば。くだらない昔話には興味ないわよ。なら未来の話はどうだ。クイネラさん、あなたはそう遠くない未来にあなたの世界を滅ぼす。私が？私の可愛い人形たちを散々痛めつけてくれた坊やじゃなくて、この私が滅ぼすの？そうだ。なぜならあなたの過ちは
ダークテリトリーからの総進攻に対抗するために聖号騎士団を作り上げた。いや、作ってしまったこと、それ自体だからだ。いかにもあのちびっこが言いそうなことね。いっそ不憫だわ。そこまでして私を追い落としたいあの子も、うかうかとそれに乗せられた坊やも。お言葉ですが、最高司祭様、来たるべき闇の軍勢の総進行に現在の聖号騎士団では抗いきれないとお考えだったのは、騎士長ベルクーリ閣下も副長ファナティオ殿もご同様でした。そしてこの私も、無論我ら騎士団は最後の一騎までも戦い抜き散り果てる覚悟でしたが、しかし最高司祭様には騎士団亡き後、婿の民人を守る手立ては終わりだったのですか。よもやお一人でかの国の大軍勢を滅ぼし尽くせるなどとお考えだったわけではありますまい。